おはようございます、母ちゃん。どうですか、ボタン、足ボタンと手ボタン。たまやっぱりずっと足ばっかりじゃ足が疲れるか。父ちゃんすごい、さすが、ね、何でもできるって。まああれは線つなげるだけで、まあ誰でもできるんだけど。助かるじゃん。うん、まあまあ便利がいいようにね。やっぱり用法の方がいいよ。うん、だって例えばこう1時間。うん、そうだね。うん、でもちょっと。たまにもなんか癖になる。あ、バラバラになる、どっちか言って。そうそう、ははは、なるほど。まあそんな感じでね、ちょっとずつでもまあ早く良くなればいいですけども。そんな母ちゃんですが、今日あれよ、母ちゃん昼から定食じゃけね。暑いけど頑張りましょう。今日はすごい暑いよ。暑いよ、暑いけどまあしょうがないね、こればっかりは。毎日仕事大変けど、今から暑い、もっと仕事は大変になるよね、父ちゃん。ハウスの中ね、暑い。うん、まあ、そんな時こそ昨日のね、あれカーテンの動画、あれカーテンないかったらもうやれんけえね、今からは。だけまあなんとか本格的に夏が来るまでになんとかあのカーテン貼るけ。はい、ちゅうことで、あ、そういや母ちゃん、この前休みの日に母ちゃん、お姉ちゃんと言っとったあのコップ作るやつ、あれまだできんの？お姉ちゃん教えてくれたよ。何を？もうできたよ、その。あ、もうできた。そう、じゃあもうちょっとしたら持ってきてくれる。うん、あ、そういやわし、あの動画の時にあれじゃね、インスタグラムのリンク貼っときますって貼っとらんね。うん、今日また前の動画にも貼っとくし、今日の動画にも概要欄に貼っとくんで、あのポーセラーツいうらしいね、わしも何回の思ってちょっと調べたけど、ああやってあのなんか柄だけを陶器にああやって自分がデザインしたのを貼るのポーセラーツというらしいですけど、秋田方市の方はね、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで今日も昼から定食です、頑張りましょう。そんな今日は2021年3月の26日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲンサイ。父ちゃん、いらっしゃい。気圧水系これ、どうぞ。何それ。あ、ゼリーか。あ、熱々。エネルギーチャージや。エネルギーチャージして頑張ろうか、おいじゃ。ありがとうございます。冷たいじゃん、母ちゃん、これ。何っていうか、何それ、母ちゃん。スワットみたいな格好になってるけどねえ、スワットみたいな格好してかっこいいじゃろ。うん、あれ TS デザインじゃん、つなぎか。うん、生地はどんなん、これ。あ、薄いんじゃん。ねえ、うん、だからすぐ席になったよ。うん、これしかないのよ。それ何、レディースがあった。ああ、サイズがじゃあ小さかったね。でもこれは S。 かっこいいじゃん。言ったでしょ、父ちゃん。うん、これあれじゃねえ、母ちゃん、背中に OCF、 あの原田農園の原田さんのとこにあのプリントしてこう貼る分があるけど、今度はあそこへデザインのデータだけ持ってってあそこでやってもらおうや。
ね、できる原田さんとこあれ機械があるけ、その代わりこれデータだけ多分持ってったらできるよ。印刷してベアっとでアイロンでピシュッと、ね、もう今度持ってって原田さんよろしくお願いします、うん、はいはい、ほいじゃあまあ続きを植えますよ母ちゃん、暑いけど頑張っていきましょう。はい、お疲れですか、ちゃん。お疲れ。暑かったね。暑いし、朝はわしが暗い時に収穫するときは寒いけ、ヒートテックのジャンパー着て、下も上もね、中もヒートテックで、もう冬並みの服なのに、ちょっと日が出したら暑いけ、またヒートテック脱いで、今度は半袖で、言うて、どないやねんちゅう、ほんま、昼間20度超えるけね。ほんまわっけのわからんことになっておりますけども、まあそんなこんなでね、今日は母ちゃんがこうスワットのような格好をしてねTS デザインのつなぎでかっこよく、もうすごい軽いなよ。もうや、ええね、涼しい、うん、これ夏はぴったりかも、うん、まあ帽子もようにおとるし、まあよろしいんじゃないですか、ね、なかなか帽子は似合わないよね父ちゃん、うんうん、ね、でもその形だけ、うん、にゃうにゃう、まあにゃうにゃう、何言ったね。まああれよね、その仕事毎日ね、この動画見てもらっても分かるように、種はまいては植えては収穫しては出荷作業してはいう、このね同じ流れの中で、まあそうやってちょっとでもこうね新しい、作業着なんかでこうモチベーションがアップするんならね、まあまあそれもたまにはいいことやね。はい、そんな感じ。見つけるよ。そうそう。今から夏になるけ、うん、多分仕事はもっと大変となるんですよね。そうそう、大変になるよ。もう夏、その前に田植えがあるけね、母ちゃん。田植えの時はまた忙しさのピークがやってきますが、はい、まあ。まあ大変けど皆さん笑顔で頑張りましょうね。そうそう。ほんまね、毎日ちょっとずつね、ほんま一人二人が増えてくれるのがものすごい嬉しいってね、母ちゃん。あれがほんまモチベーションで頑張れますので、応援のほどよろしくお願いしますというところで、今日はこの辺で終わりにしときましょう。それでは皆さん、何でも好きだ、何をメインになってるの、もう慣れた、普通か、ね、何でか言えたの。それでは皆さん、また明日。ハッピーチンゲンサイ。明日うまいもん食わしちゃるけーの。なになに。